皆様、こんにちは。どうも、こんばんは、カーノです。シューイチです。森山っていうよ。森山です。ちょっと今日はあのコロナで距離を離してっていうのは嘘なんですけども、今日はね、はい、あ、なんで携帯見てるの。違う あかんって。カンペーだそれ、お前。なびっくりしたわ、俺携帯持ってることに。ああじゃなくて、ログインボーナスあるからさ。ないね、お前。なんでメモ帳にログインボーナスあんねん。何が5個もらえんの。画面の奥の皆様、こんにちは。どうも、こんばんは、カーノです。森山です。はい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 、はい、自粛期間ということで、あなたとは距離を離します。お願いします。お願いします。はい、まあ、そんなことは違うんですよ。はい、ね、話したくて話してるわけじゃない。ゲストの方に来てもらいました。はい、ゲストの方どうぞ。お願いします。えらいもね、どうも。焼き物の芸人、焼きソムリエ、セブンイレブン店長芸人、西野明宏物の芸人、山根孝則、山根アレクサガノです。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ、します。何かち、状態いいね。いや、しゃ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 。長い。長っ。あれ、全部名前じゃないよ。全部名前じゃない。肩書きとか、ピン芸人やってんだけど。俺なんか、お経読んでるか思ったから。怖すぎて。まあそうなんですよ。僕の同期でね、山根アレックス孝則という、お願いします。芸人なんですけども。そう、このユニフォーム。ね、中京大中京 OB でございます。ちょっと古いやつ、ちょっとね、ちょっと古いやつ、恥ずかしくなってきた。どう見えても31歳31よ。どう見えても31やからね。中田翔世代。そうね、僕はもう大谷翔平世代やから。ないかち、ないかち。すごいやっぱかっこいいよね、このユニフォーム。だから今はこれじゃないんですよ。そうそう、ね、なんかまた変わったじゃないですか、 2,3 年前にね。やっぱこれの方が俺は印象強いもん。強いね。やっぱその日本文理対中京対中京のイメージがすごいから、はいはいはい、それの2個上の代やね。そうだ、堂林くんとか1年生によって3年の時後輩。だ、僕の代は伊藤隼人とか。あ、なるほどね。今は亡き。はい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 。ないないない。すごいね。僕の同級生は照ノ富士。ないかち、ないかち、大関になりました。僕の同級生、手の内、大関になりました。横綱じゃないです。小結びです。小結びです。今年は、中京大中京も、僕の母校の鳥取城北もね、僕甲子園出たということで、はい、こういう企画をさせていただきました。ね、週一の子出てる。あ、俺んとこも…どこやったっけ。え、知らん知らん知らん。新大阪に一番近い高校。新大阪に一番近い高校どこ。え、それ東横イン。ちゃうわ、ボケ。違う。東横にもうよしって言ったら金龍ちゃん。ちゃうわ、ボケ。松屋。違うわ、何言うとだよね。あの、歩道橋の下のファミマ。違うわ、そこだか。なんでやろ、もう卒業証書ファミマっておかしいだろ。ちなみに何それ。東淀川高校や。まあそんなことなんですけど、やっぱね、その森山が僕たちに聞きたいことは結構あるそうで。あ、そうなの。はいはいはい。質問やっていきますか。いいですか、ちょっと用意したんで、はいはい。じゃあ1個目、はい、まあ、僕ら NSC 東京の25期。25期ですね。で、やっぱ第一印象、はいはいはい、どう思ったか互いに。それ俺らが野球やっててみたいなのを知ってから。そう、もうそれも含めて。あ、なるほど、ね。だから2つね、答えていただきたい。最初に当初の印象と、はいはい、まあ、互いに野球を武器にしてやってることについてどう思ったか。はいはいはい。いや、そう、俺はあれやで、山根はもう相方探しの。じゃあまず翔から話聞いてた。もう言ってたやん。うん、MC やからね。勝手に喋るのやめてもらっていい。ごめんなさい、うん、すいません。はい、翔からね。まあそれこそ山根は、はい、相方探しの回で結構前出てたよ確か。ああ、そうやわ。そこで確かもう中京で中京って言って。あ、言ったわ。うん、もうだ、野球っていうの知る前に中京で中京って言ったから、うん、ピクーなるよね。俺も一応そのな、甲子園出たっていうそのあれがあるから、看板がな、うん、中京大中京ビッグみたいな、うん、でなって、結局第一印象はそれやったけど、だからそっからどう接するか結構そのプライドもあるやんか、やっぱり、うん、だから結構俺は最初は壁作ってたかもしれない、意外と、うん、だからそのなんか相手の様子伺ってた、山根の様子で、年齢も言ってたから、年上かと、じゃああっちから来るかな、うん、それ待ってたね俺は。敵対視ってわけじゃない、同期やから、うんうん、どういうスタンスで来るかちょっと伺ってた最初俺は、うん、じゃあアレックスは。アレックスっていう、ね、山根、ね、山根は、うん、山根俺ね、はいはい、だその言ってほんじゃいろいろこうさ、はいはいはい、噂で甲子園ボーイ俺ってなって。あ、そうなの。回ってきた、俺まで回ってきた。マジで、うん、で、4クラスだったかな。4クラスだった。で、俺4組やったんやけど、うん、4組ではないって。
はいはいはい、で分からんけどあれ授業入れ替わる時の階段ってあるよね、はい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 、階段で待ってるとか、はいはい、反対に出てくるってすれ違う時に、はいはい、もう完全にあこいつやなと思ったよ。 体型とか当時あの坊主やったやん。あ5月ぐらい坊主やったやん、坊主やったやん、うん、あこいつかなと思ったら、うん、あの時あの NSC 生結構さこうじっとしとって何も喋らんとこう先輩が来たらおはようございますとか、そうやね、で同期が捨てちゃったの SS みたいな、うん、あるやん。ショー俺横切る時にさ、うん、俺割と自分誰にも言ってたやん、まあ周囲とかは、うん、アイスみたいな、うん、言ってくれたね、顔でこうやって SS になって、まあショーだけだってあの肘ついて手すりに、うん、ええそうやん、ほんとちょっと待てえらいかつぶってたと思ってちょっと待てこいつや、絶対こうしよう、こいつやと思って違うよ、どしっと構えとくわ、ほんであ、絶対こいつじゃん、違うよ、ほんでその同じクラスの、やつに聞いたら、うん、あいつ鳥取城北や、はい、なるほどねで都市によって多分何回も出てるなと思って、あそうほんだら何回の授業で一緒になったよ、うん、はいはいはい、ほんでしたらお前中級やんな、こーわちょっと待って嘘やって絶対あぐらもちょっと書ききれんぐらいのこんな感じでアザラシやんけ俺なあお前中級やんなで、あの坊主やから、で年もわからんから、とりあえずね、ああみたいな、まあまあそのぐらいのもん、そうな、俺城北、いた城北か、いやもう本当にすみません、ほんで、こうして寝てるん、うん、いや、俺は寝てない、あ、そうな、いやマジでやってない、ほんでそっから徐々にこう詰めていって今みたいな、あー今仲いいもんね、長い、この電話2時間した、2時間してた、うん、ほんまそんなん言ってた、いや、確かに俺はその初絡みって結構気にすんのよ、大事なのよ、尖ってんのよ俺、あ、俺尖ってんのよ、わざと、うん、あの NSC で尖ってるとか尖ってないって流行ってたよ、流行ってたね、尖ってたよ、キンキンに気づいた、もちろんそうやったみんなに言われてた、尖ってた、尖ってた、確かにあの角度やったら正面で喋らんかったの、正、ね、基本こう喋る、そうやね、階段の時もこうやし、じゃあ2個目、はい2個目ね、高校時代、はい、互いにやっぱ強豪校だったわけなんで、はい、練習とかも厳しかったと思います、そうですね、まあ、その中で、うん、一番辛かったこと練習、うーん、まあ、はいはい、なんかあるんやったら、え、これ言える範囲のやつ、それはもちろん、あ、当たり前当たり前、言い換えるかもしれない高校野球ってそういう世界やから本当に、じゃあもう、はい、行くか、はい、じゃあ行っていいですか、じゃあ翔さん、僕はやっぱ鳥取県やったから砂丘、あのラーメン、うわきついな、しかも10キロ走があって、うん、その途中に砂丘があって10キロ走の途中に砂丘行って砂丘でラーメンすんね、でその帰りも走って帰る、でそこで坂道走ったり、うわきついな、えぐ、あれはもうしかも無理よ、隠れるとこないからサボられへんもんな、サボられサボられ、すごいな、えぐかったね、ほんまにあれだけはもうマジでもう一生やりたくない、そ倒れたりせんの言って大丈夫で、なんか俺一回大学の時に砂丘なんかみんなで行こうやみたいな、友達と大学の友達とな、みんな鳥取知らんから行こうかってなって4人ぐらいで行ってんけど、その坂道あるやんか、みんなで走ろうやみたいな、俺だけってほんまに大丈夫大阪の友達がテンション上がって、大阪の大学の友達がもうテンション上がってみんなうわーって走って、で坂道うわーってこうこけてみたいな、うん、俺動画で撮ったけど何が楽しいやろこれ何も楽しないで思い出すだけ、目落ちてたもん俺もうでも俺はそれやね、それが一番辛い、1位はそれやね、今聞いてるだけでもきついわ、きついな、砂丘はきつかった、お疲れ様ですよ、お前、ありがとうございます、じゃあ山根、ねこれ多分ショーも今言ってたけど、うん、あのやっぱ技術でもきついよ、あ確かにね、やっぱそのトレーニング、うん、冬も完全に陸上部、そうやね、うん、まさしくそう、そうでそれで言うと、中京そもそも名古屋市の小学にあるんですよ、はいはいはい、でそこでやる練習まあまあまあきついけど、はいはい、まあ大概なんとか、けどその豊田市、はい、豊田自動車リベン豊田市に行っての合宿、うん、これが一番きつい、へえ、何言っても合宿、あの技術練も、トレーニングも一番きつい、全部やるやん、そうで技術練さっくり言うと、うん、あの施設
まあ、むちゃくちゃ充実してるわけよ。球場も広い、雨天練習場もある、第二球場もあって、陸上トラックもあってみたいな。ほんで部員数多いから、うん、とりあえず散らばって、うんうんうん、いや休憩ないのよ、ぐるぐる回されるから、はいはいはい、ほんでそれを1回24時間練習やって24時間で、雨天とかでもう2時、3時、4時ぐらい、うん、もうティーとか、もう何やってるかわからんのよ。マジで、こんな状態で。落ちるやろ。売ってるやつもこんなんやし、俺砂丘の時動画だってつながる。多分そう、何がおもろいんやろ。何がおもろいんじゃない。マシン売ってるやつだけです。もうずっと。いや、そうやろね。入れてるやつとか。いや、そうやろね。24時間、24時間えぐ。4時半ぐらいからまたかかり始めんのよ。うん、マジやけど。目覚めるやろね。おかしなって。でそれが技術で一番きつかった。すごい。なんか分かるな、それは。千本スイングがやっぱあるから、はい、6秒に1回千本とか笛吹かれんのよ。マジで。みんな並んで、ほんでピーって打ってバーって振るやん。だいたい6秒で振って、うん、こう戻したぐらいがピーってなるからもう振るみたいな。そう、ね、でもコーチがこう巡回してるから、それこそ、はいはいはい、背中向けた時にもう声出すんけど、スイングで、はい、コーチ背中向けてる瞬間もこれだけで、あー言うたよ。あるある、あるあるやね。あるあるやね。あるあるや。ちなみに俺はやってなかった。俺もやってない。悪いな。そんなしんどかった。いや、もうやっぱ、ね、まあ、とりあえず多分ランニングとかやっぱきつい、一番。ランニングやっぱ、まあまあ、俺なんか特に体型がされたから、まあ、それで俺27キロぐらいやってたし、高校の時。へぇ、かつ。しかもタイムも、その10キロの、砂丘なしの10キロのコース、もう最初走った時に1時間50分かかって10キロ。太すぎて。どっかご飯食べとったやろ。食べたの。1時間50分かかる。石拾ったかも。でも結局3年生の時にもう50何分で、あ、1時間できたの。1時間すごい、おお、すごい、めっちゃ早い。過去最高やと思う、上腹で1時間短くしたやつ。そうだね。振り幅、振り幅がでかすぎて。すごいの。ない感じやわ。ない感じ、はい、次、もし、はい、試合中負けてる時、自分のチームが、はいはい、ただ2アウト満塁で1本出たら逆転のチャンス、はい、サヨナラのチャンスよ、はい、自分だったら打席に立ちたいか、どういうメンタル面、メンタル面も含めメンタル状況かってことか。もう代打に、もうめっちゃこのシーン俺ここで出たいわ、ここで俺が決めたいわみたいな、うん、でもし入るんやったらどんな気持ちでいくか。あ、さっきじゃあ俺いい、うん、俺はもう昔からの育て方で親の、うん、そういうのは緊張するなみたいな感じだったから、うん、でそういうのはもう回ってこいと思いなさいってずっと言われ続けてきてたから、うん、うん、回ってこいと思ったんで、いくら調子が悪くても回ってこいと思ったで、常に素振りを2ストライク、2アウト満塁の状況で素振りしてたから俺は、うん、だからそういう場面の方が俺は好きやった。プレッシャーに強くなった、うん、で結局選抜でそういう場面来たけど、俺は三振で2チャンネルボコボコ叩かれた。なんで書かれてたんやっけ。あの4番のデブ歩いて帰る。でもベンチまで歩いて帰ってたよ。ベンチまで歩いて帰る。肩、俺肩落ちた。監督はどんな顔するの。監督と俺いつか目合わせられなかった。俺はもう回ってこいと、ずっとその場面で素振りしてたから、うん、だから、まあ、回ってこいと思うかな、うんうん、俺は気持ちいい。楽しむんよ。楽しみたい。でも緊張するね、やっぱり、うん、逆にその緊張が楽しいし、うん、いいね、いい、いや、すごいよ、俺も嫌やもん。嫌そうやもん。嫌やもん。山根もでもそうじゃない。いや、多分そう。いや、決めてヒーローになってチラコヤされたい側、うん、そうそうそう、それは俺も思うよ。結局高校野球って女の子とか見に来てるから、結局ヒーローになれるんよ、うんうん、だから回ってきてほしいよな。いや、ていうかそこで決めきらんくて叩くより、うん、その前で絶対何回かチャンスあるわけやん。 そうだね、そこで決めきらんかってその叩いてほしい。だったら、あ、そうだね、まあ、打たれてしまったピッチャーもなんか責任あると思う、うん、俺はもうそのことに関しては何も言えへん。なんか急に見たら、振りにしてええやつなろうとしてる。違う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 、ほんまにその髪型出したい理由もそういうこと。いや、俺あの叩かれすぎて、うん、人を叩いてほしくなくなってんのよ。叩かれた時の辛さ知ってるから。個人名で叩かれてるから俺。17歳で。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また SNS は概要欄から飛んできてね。